大相撲9月場所、13日目、20日、東京・両国国技館大相撲9月場所も終盤に差し掛かった13日目。連日の取り組みで力士たちには疲労がたまる一方、限界を突破してファンを沸かせる熱戦を繰り広げている。そんな中、力士たちの真剣勝負に、水を差す、かのような観客の振る舞いがあり、つまみ出せ、最悪だろなど批判が相次ぐ一幕があった。 映像どんな行為だった実際の取り組みの様子反響を呼んだのは3段目22枚目広志木瀬と3段目19枚目土地登・春日のの一番での出来事ともに3勝3敗で勝ち越しの命運をかけた一番立ち合いぶつかり合ってから一心一体の突き押しを繰り広げやや半身の体勢で組み合ってこ着状態に陥った攻めあぐねている両力士の様子に 名字から「はっけよい」の声が。さらに館内からは拍手が送られたが、突如、客席から「よい」。「はっけよい」。「よい」と叫ぶ酔っ払った男性のような声が館内に響いた。思わぬ出来事に、他の観客はあきれ返ったような笑いを漏らした。力士が真剣勝負を繰り広げているさなか、客席から飛んできた予想外の「奇声ニヤだな最悪だろ」 違反じゃねやばいのいるつまみ出せダメな客など中継を見るファンから不快感をあらわにする声が相次いだなお取り組みはその後体を入れ替えた広志が一気に寄り切って勝利広志は4勝目を挙げ今場所勝ち越しを決めた敗れた土地登りは今場所負け越しとなる4敗目を喫した ABEMA 大相撲チャンネル